白石加代子の百物語にようこそ。怖い話や不思議な話を持ち寄って話聞く集まりが百物語でございます。昔座敷の真ん中に大きな行灯を一つ置き、その行灯の中に100本の灯芯を用意して、そのすべてに火をつけて、こうこうと明るい座敷の中で百物語は始められたのだそうでございます。一つお話が終わるたびに一つずつ灯芯を抜いていく。やがて100番目のお話が終わり、最後の灯芯が引き抜かれると、座敷は真の闇になる。すると、その闇の中に世にも恐ろしい変化のものが本当に現れるのだと言い伝えられています。つまり100番目のお話は決して語ってはいけないということなんですね。半村寮、タンス。最初の墓地と同じように、そのタンスの上上がって、
こうしてちゃんと膝に手を置いて座っとんねやがいね。一助がどないびっくりしたかわかりますやろ。一助の心配は半分ほどかなとか、そりゃタンスの上で夜を明かしても別に病気ではのうて、みんなの体は達者ながやけど、家の方に次から次へと移るのは心配通りやったのやとえね。昼間はみんな今まで通りの家族やけど、よさるになったさかいには化け物みたいし、肉地も聞かず顔色も変えんと、みんなしてタンスの上上がってしまうのやさかいな。じいじもばあばも母さんも子供たちもみんなが力合わせて浜へ出る、この前の道から家の中へ古いタンスを運び込むところやった。一助は口も聞けず、家中の者がそのタンスを奥の前へ運んでいくのを眺めとるだけや。じいじI'm sorry.